インフリキシマブはコーヒット TNF アルファーモノクローナル抗体である。レミケードという商品名でアメリカ合衆国ではジョンソンジョンソンの子会社であるセントコア社から日本では田辺三菱製薬から販売されている。自己免疫疾患などの適用を持つ生物学的製剤の一つで副作用に免疫抑制作用がある。インフリキシマブの適用として 関節リウマチ、クローン病、海洋性大腸炎、ベーチェット病による、ブドウ膜炎、腎上性感染、関節症性感染、脳包性感染、感染性後皮症、強直性脊椎炎、腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病、川崎病が認可されている。従来の薬物療法では3から5割程度の有効率であるが、 インフリキシマブをはじめとする生物学的製剤は、それを上回る有効率がある。いずれの適応に関しても従来の主に薬物を中心とした治療法に抵抗例に適用される。例えば、関節リウマチの治療は、エンセズとドマーズのメトトレキサートが第一選択となり、これらの薬剤が疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合にインフリキシマブを、 はじめとする生物学的製剤が併用して使用される。インフリキシュマブは比較的高価な薬剤であることからであるが、リウマチ患者の骨破壊は比較的早い時期に進行し、この時期を逃さず投与することで骨破壊が防止でき、良好な治療効果が得られる。なお、すべての生物学的製剤共通であるが、投与時のアレルギー反応の存在。 感染症及び抗インフリキシマブ抗体の酸性などによる効果減弱に注意する必要がある。2009年から慢性リウマチに対して増量をもしくは投与間隔の短縮が可能となり、効果減弱する割合は減少している。また、インフリキシマブは通常、隔月投与であり自己負担額が隔月に集中するため、 高額療養費制度に該当しやすいという特徴があり、条件が合えば最も安価に使用できる生物学的製剤である。インフリキシマブの添付文書、なお、クローン病と海洋性大腸炎は特定疾患であるため抗皮負担となる。TNFα に結合するモノクローナル抗体の認識部分とヒト免疫グロブリンの定常部分とのキメラ分子が細胞外の浮遊、 TNF に結合して、受容体との結合を遮断する基準以外に、マクルファージなどの炎症を起こす細胞の表面の膜、結合型の TNFα にも結合し、悪性細胞を破壊する。これによりインフリキシマブは、高キメラ抗体が産生されるのを抑制するため、メトトレキサートとの併用が必須である。インフリキシマブの副作用としては、アナフィラキシー反応や、 抗インフリキシマブ抗体の酸性による効果減弱、免疫抑制による感染症などがある。TNFα は主に細胞性免疫に強く関わる因子であるため、細菌感染、特に結核の再燃などが重要となる。また、脱髄疾患を悪化させる恐れがあるため、これらの疾患の患者に対しては慎重投与、との記載がある。その他、TNFα は、 ガン免疫においても重要な因子と言われており、このためインフリキシマブの長期投与が、がんの発生頻度を上昇させるのではないかとの懸念も、示されていたが、現時点では増加するとの情報は得られていない。添付文書に挙げられている重大な副作用を下に、示す。微慢性侵旬型皮膚サルコイドーシスや、神経サルコイドーシスに抗 t n f アルファ抗体が有用であると報告されている。 日本化薬はバイオシミラーによる後続品を韓国のセルトリオンと共同開発。2014年関節リウマチ治療薬として販売を開始した。ありがとうございます。